今日は、この木についてちょっと語ろうと思うんだけど、まあ、最近結構自然素材の家というのが、まあ、いろいろ出てきてるじゃないですか。シックハウス症候群とかの人、構造予防班で作られた家に入ると具合が悪くなったりするじゃん。化学物質とかでね。まあそういう人のために、まあこういう木を使ったような、天然の木を使ったようなね、自然の家があるんだけども、やっぱ高いじゃないですか。こういう天然の木を使ったりすると。じゃあ別に化学物質過敏症じゃない人は、構造用ご飯使った安い家を建てた方がいいんじゃないって思うけども、また、コスト以外にも、やっぱ木っていうのはさ、いろんなメリットがあるっていうことを最近分かってきたんだよね。まず、断熱性能がさ、構造用合板の板と、これ天然の板とじゃ全然違うという。こういうさ、天然の木っていうのは、顕微鏡で拡大するとさ、こう、筒みたいな感じの、ね、空洞になってるんだよね。ちょっと待って。見せるわ。こんな感じで、まあ、空洞になってるからさ、木の表面を顕微鏡で拡大すると、こんな感じになってるんだけども、この空洞のおかげで、やっぱ高い断熱になってるっていうことじゃん。でも構造用合板になると、まあ、薄い木の板をボンドでくっつけるじゃん。そのボンドが入っちゃうおかげで、あんまりこの空洞がなくなるというか、接着剤のせいでやっぱ断熱性能落ちちゃうらしいね。だからさ、こういう天然の木っていうのは、構造用合板に比べて、高い断熱性能を誇ると。あと、この空洞のおかげで、水を吸湿するっていう、湿気を吸湿するっていうのもあるよね。部屋の湿度が高くなったら、木が吸い取ってくれる。で、湿度が低くなったら、木に含まれてる水分が部屋の中にこう出てくるみたいな。調湿性能も優れてるっていう。構造用合板だとやっぱり ボンドのせいでそんなないじゃん。そういう断熱とか調湿のことを考えたらやっぱり天然の木だよなって。あとは何だろう。床なんかもさ、最近は構造用合板のフローリングが増えてきてるじゃん。まあ、あれ安くていいんだけどさ、硬いんですよ。カチカチだからさ、肌触りのことを考えたら天然の木の方が柔らかくていいよね。怪我もしにくいだろうしね、柔らかい方が。まあ、ただ、柔らかいと傷つきやすいってのがあるから、傷つきにくさで言ったら、合板で作られた、あっちのフローリングの方がいいのかな。まあ一長一短だよね。あとはね、天然素材って言ったら、よく塗り壁なんかあるじゃないですか。石膏ボード貼って、で、その上に塗り壁するっていう。まあ、珪藻土なり、漆喰なり、まあいろいろ天然素材の塗り剤を塗るんだけども。調湿性能はいいだろうけどね、やっぱり断熱性能は木の方が高いだろうからな。調湿重視にしたかったら、珪藻土を塗って、断熱重視にしたかったら木の壁にすればいいのかな。なんかいろいろ調べたけどさ、すべてがパーフェクトな素材っていうのはなかったね。何かに優れてたら何かが劣ってるとかっていうのは必ずあるからさ、そこら辺のバランスだよね。ただ、天井とか床とかの素材は木にした方がいいって、知り合いの大工の方が言ってたね。熱を遮断するっていう性能は、石膏ボードよりは高いじゃないですか。石膏ボードよりも木の方が断熱性能が高いから、家の熱っていうのはだいたい床と天井からほとんど来るから、床材と天井は、
断熱性能の高いものにした方がいいっていう。だから石膏ボードよりもこういう木の天井とかにした方がいいし、合板のフローリングよりもこういう天然の木のフローリングにした方が住み心地がいい家になるっていう話だよね。ちょっといろいろさ、素材の特性を調べたら奥の深さにびっくりするよな。初めこの小屋建てるとき、そういう素材の特性っていうのを何にも知らずに、すべてコスパ重視で建てたからさ、結構住み心地がひどいことになってるんだけどね。こういう壁なんかもさ、プラダン、まあ、プラスチックの段ボール使ってるわけだよ。だから最悪なんだよね、この、梅雨の時期なんかになると、蒸れちゃって。まあ、そういうことを考えたらね、素材の特性をよく理解してなかったなってことだよね。まあ、もし次回ね、小屋建てるときは、素材の特性をよく考えて、建てようかなと思います。じゃあ今日はね、その木についてラジオにしました。ご視聴ありがとうございました。